マイルストーンの、新しいヘッドライトにしました。 MSI1 というシリーズのヘッドライトです。最大1000ルーメンいろいろ取り外しができるから便利かなと思って、ちょっと使い方を見ながらやっていきたいと思います。電池です。で、これ充電のコードですね。ここだね。1回押しで、ミドルかな。もう1個でハイ、これちょっと伝わんないけど、ウルトラハイでロー、長押しで消えます。で、分解ができるんだよね。それをちょっと見せたいかな。いいなと思ったのそこで、ここも外すよ。で、忘れました。専用の付属のクリップがついてるんです。これここに刺します。こうかな。つけれる。で、こういう感じ。おう。っていう使い方ができます。今私は夜の緑地公園にいます。ちょっと明るさを試しに見てみたいと思って、夜間の、公園内をちょっとぐるぐるしてきたいと思います。マイルストーンの MSI1。だったと思います。ちょっと名前違ったらごめんなさい。これを、試して比較をちょっとしていきたいと思います。では夜間の公園の中行ってきます。これは今、これは上から3番目の明るさです。4段階になってるんですけれども、そのうちの3番目の明るさです。全然これでも割と十分見えるというか、色があったかい色してますね。暖色ですね。一つ明るさを上げました。だいぶこれでも十分もうくっきり見えます。光がちゃんと横に広がってる、広範囲で見えます。正直この明るさで十分いいかもしれない。ちょっと遠くを照らしてみましょう。これでだいたい、そうですね、50メートル先も結構もう明るく見えます。ではここからもう一個最大の1000ルーメンしてみましょう。1000ルーメンです。めっちゃ見える、さすがだ。遠くを照らすと全然100メートル先とか多分見えますね。これですごい。さあ、これが今まで私が使っていたマイルストーンのライトです。これ範囲が明るくなる、範囲が狭いんです。光を当てても下がぼやぼやしますね。私は今回ダブル使いをしたいので、こういう形でいこうかな。こうやって
クリップで胸のあたりに今つけています。今まで使っていたライトはヘッテンとしてつけてという2個使いをして、よりめっちゃ明るくというナイトトレイルをしたいですね。これそうですね、今回ちょっと試してみてよかったです。だいぶ見えますね。素晴らしい。私的には全然こう3つ目、260ルーメンぐらいでも全然いけると思いました。と一番遠くまで見えるのは150メートルらしいです。100メートル先までは全然くっきり見えたですよね。であと見える範囲も広い、広く横も広く見えたんですよ。光が白色だけじゃなくって暖色も入ってるので、ウォームカラーっていう感じですね。こう1000ルーメンまで行くと寿命はそんなにバッテリー寿命長くないので、1000ルーメンはそこまで、使うことはないかなと思うんですけれども、こうやってザックとかにクリップ型でこれつけて、そうするとだいぶ軽さ重さも軽いので、クリップ型でこう胸のあたりにつけで、光の具合は下から2番目か3番目ぐらいの明るさで、固定して、であと今まで使ってたこの、ヘテンで近い距離を当てるっていうことをしていくのが一番いいかなと思いました。私の使い方はそんな感じになるかな。ただこの今までのヘッテンは完全光の色は白なんですよ。ホワイトなんです。なんでちょっとこの組み合わせた時に若干気持ち悪さはこう感じられるんですけれども、そこはしょうがないかなというので今回そうですね、私が、ライトを新調したマイルストーンの、私なりのレビューでしたこれをちょっと今後のこうナイトトレイルに使っていきたいなと思いますぜひ、ちょっとあんまりレポ下手ですけど参考にしてくださいマイルストーンでした。